本日の司会を務めさせていただきます教育委員会事務局学事課の砂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日の塾議につきましては原則すべて公開としておりまして、傍聴にもご参加いただいている方がいらっしゃることと、報道機関の方の取材も入っておられますのでご報告申し上げます。合わせて本日の会議録の公開についてご説明をさせていただきます。塾議につきましては終了後事務局で議事録を作成いたしまして速やかに教育委員会のホームページ等で資料とともに公開いたしますのでよろしくお願いいたします。それではただいまより第1回塾議学校選択制を始めさせていただきます。はじめに永井教育長よりご挨拶を申し上げます。教育長の永井でございます。塾議学校選択制の開催にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。塾議の委員にご就任をいただきました皆様方におかれましては大変ご対応中のところご出席をいただきまして誠にありがとうございます。まず冒頭になぜこのような塾議という会を設けたのかということについて少しご説明させていただきたいと思っております。本市では子どもたちが通う小学校中学校につきましてはそのお住まいの住所地によって定めました通学区域に従って、学校指定を現在はさせていただいております。学校選択制と申しますのはこの就学すべき学校を指定をする前にあらかじめ保護者の方のご意見をお聞きをしてそれを踏まえて就学すべき学校を指定をさせていただくというそういう制度でございます。学校選択制これ非常に大きなテーマでございますし市民の皆さんの関心も非常に高いものがございますので現在24区のそれぞれの区長が区ごとに保護者の皆様を中心に広く区民の皆様のご意見をお聞きをする場として学校教育フォーラムといった会を順次開催をいたしております。そういった形で区長が区民の皆様のご意見を集約をしているところですけれども学校選択制を導入するかどうかにつきましては今後その区長の方でも行って集約をしてまいりますけれども私ども教育委員会としても責任を持って取り組んでいく必要があると考えております。で本市で学校選択制を導入する場合の課題等について各区で集約された意見を踏まえた上でこの塾議の場でですねいろいろなさまざまな議論をさせていただきたいと考えております。従いまして各区で集約をされた意見についてこの塾議の場でご報告をさせていただいて皆様の議論の題材とさせていただきたいと考えております。この塾議にはそういった意味でさまざまな県知からのご意見をいただきたいということでPTA のご代表の方また公募委員の皆様また学士議経験者の方々小中学校の校長先生あるいは区長の代表の方また教育委員の方にもご参加をいただいております。